もうホストやって7年になりますか。これは僕が21歳の時のお話です。当時お客さんのいない僕は朝7時頃ですかね、南界隈でキャッチをしておりました。その時ポロッと声をかけた女性、まあここでは S ちゃんとしておきましょうか。 S ちゃん35歳、ホスト未経験。チャンスだと思った僕はそのままお店に引っ張りました。 S ちゃんはホストに行ったこともなく、ホストとはどういうものかっていうのも分かっていませんでした。そこでそれをチャンスだと思った僕は、ホストとはこういうもんだよ、お金を使ってお酒を飲んで楽しむ場所だよ、夢の国に初めて来たかのような S ちゃんは、それはそれはもう楽しそうな笑顔で毎日毎日お店に通い続けました。そうこうしているうちに約1年の月日が経って、 S ちゃんの顔つきが変わってきました。最近疲れてるの？僕が聞くと、うん、ちょっとねと思いを曇らすような言葉を返してきました。僕が問いただしてみると、その子には借金があったそうです。その借金は何なんだい？聞いたら、お前だよ、お前のせいだよ、お前人生狂わせたよ、言われました。ごめん。その時純粋な気持ちで僕は謝りました。それから6年間 S ちゃんはもう見てません。